松井翔慶、我が年少の時をめぐる話ね。おっす。松井翔慶の話なんだけども、俺は松井との付き合いは山あり谷ありでまたあったんだけど、急激に近くなったのは、松井の著書、松井の半世紀を自伝か、ね、我が年少の時、あれね、我が年少の瞬間って書いて、どうしても時と呼びたいよって松井言うもんだから、まあわかるけど、でも瞬間が時だからなーって言ったら、発行元の池田書店の副編集長だった、生駒の親分が、いやないですか、いいですよ、ということでなった、できた。まあ苦労に苦労はのわがままな松井翔慶と、毎日のように、彼が指導が終わってからだからね。俺は最終もしくは止まるような日々が続いた。そのね、我が年少の瞬間の、企画を池田書店が持ってきて、俺は実は断ったな、最初は。頼むよって。ちょっと、今、俺、松井さんとは、もちろん顔なじみだけども、あんまり、俺、三平先輩とかと、一緒のグループというか三平会なんかに入ってるしさ、ちょっと困るんだよね、って、この、天福天と、言って。そうしたら、日頃、ねえ、ナンパ専門の顔した、生駒という副編集長が、小島さん、仕事なんですよ、仕事ですから、会ってくださいで、バスで行くと、喫茶店に会って。まあ、ね、彼は、仮面の上に仮面を被る人間だから。最初の頃はもう、仮面の上に仮面を被ってたから。そっから始まったわけなんだけど、やりますかって。ぜひやりたいと。ただ俺一つ懸念することがあったんですよね。そこら辺を聞いてもらいたいのは、実はその1990年、うん、そう、話が決まったのは1990年もしくは1989年、うん。松井が、1987年の第4回世界大会で優勝を引退して、関西の方に行って、共栄中関係のヤクザ屋さんの下で、ヤクザ修行を積んで戻ってきた後、1989年から1990年。本が出たのは1991年の12月、もうそれだったんだけども、かなりね、まあ、彼はね、面倒なことばっかり言うんで、ね、まあ、楽しかった。楽しかった。正直言って。本当に楽しい。時間を過ごさせてもらったのは、偽りのない事実。だけど、ただその制作に関わるときにどうしても気になっていたのは、というのは、ちょうど1年前か、1990年、ね、牧久夫先生がさ、
大山マスターズとの日々っていう。まあ、小さい出版社で、別府だかペップだかわかんないんだけど、出版社から出したい。でも、もう、売れたんだよね。ああ、その本が売れるっていうんで、週刊文春から、俺取材受けたぐらいだからね。で、そこに書かれてるのは、皆さん読んだ人はわかると思うけれど、どちらかというと、大山総裁のもと、なぜ離れたかという、厳しい言葉だよな。羅列。総裁ね、それにもう我慢がならなくて、それで対抗するように、和菓子大山マスタツを、俺にかけって、言ったわけよ。でも、俺は、中立でいなければ、物書きやれないから。で、頭を下げて、しかし、合田先生も頭を下げて最終的に高木薫先生が著者ということになったんだけど、編集はほとんど俺がやって、で、徳間書店から出た。やっぱり90年。もう、急ぎ働きよ。それで、総裁アルメンクリゴリしたわけだ。まあ、牧先生イコール完全な弟子ではないけれど、自分より下の人間が、自分に関わることを、てめえの本で書くということが、許せなかったんだね。もう一つ言えば、1980年前後、あれはね、スポーツライフ社、元ね、松永さんっていう社長だったと思うんだけども、元極真の大山総裁のもとで、ちょっとやっていた人が作ったちっちゃな出版社も今はねえだろうけど、スポーツライフというところから、芦原秀行さすらい空手、牢山初夫障害の空手道、黒崎先生のなんだか今ちょっと先生に怒られるけど、山崎てると思う先生の本も、バーッと出たわけだよ。そん時、とっても腹立っていたらしいんだよね。合田先生が言うのにはね。後々合田雄三も、本、うちの方で、忘れちゃったけど、ごめんね。これに写真出しとくけど、立力極真なんとか。まあ、あれは基本的に全部まとめたのは、俺というより塚本よし子が書いたんだけど、あ、書いたっていうか、インタビューしてやった、まとめた、構成したんだけども、総裁嫌っていた。そういう本出すの。だから、実はもうこの段階で今度は総裁と松井の間もギクシャクしていた。だから、ノー出されたら出せないんじゃねえかと。じゃあちょっと今のところ見て。戻すから一回目。話してるところ。いい。ね。黒崎、先生は、必死の、力必死の心。まあいいや。とにかく出せる出せないか総裁が OK しねえんじゃねえかと。俺たちは思ったわけだ。だから、一応、松井の覚悟を聞きたいと。いや、まずは、じゃあ、もう出版が決まって、総裁がダメだと言っても、もう、流通しちゃうという段階まで内緒にして進めたいと彼は言った。俺も、いいと。いいけれど、じゃあ流通決まっちゃって総裁怒らせたら、最悪波紋もあるんじゃねえのかと。いや、その時のことは考えてますから。ということで、
始まった。大変な思いしたというのは、何でも言います。やっと本が形になったのが、だから、翌年、翌々年か、1991年の秋だよ。で、まあ、それが最終構成を経て、発売になったのが12月。まだ書店に並ぶ前の見本という、100冊あたりを吸ったものを持って、とうとう、もう大山総裁に挨拶行くしかねえじゃねえかと、いう段になって、わかった。じゃあ行きましょうと。俺もついていくよって言って、総本部に向かった。当時、俺は北池袋の、そこが、床が抜けるような汚いアパートだったけど、まあ北池袋だからね、川越街道を挟んで、今はもう中国人街になってしまった平和通りを抜けて、丸井を越えて、極真総本部当時のね、横の、公園で、ちょっと、心の準備していきましょうよって言って、その公園の中のベンチに二人座った。これね、簡単に終わらせたかったんだけど、こっから話すとまだ長くなるので、これはここで前編とさせてください。後編。その見本の我が年少の時をもって、大山総裁のところに行って、そして何がどうなったのか。そこのところが本当は肝なんだけども、それは後編で話をさせてください。その分、この話には枝葉がいっぱい本当はあるんで、ちょっと前編も後編も、付録的な雑話を入れさせてもらいます。どうか、その点。次回までお待ちください。よろしくお願いいたします。おーす。歯がないんでごめんね。このね、松井のね、我が年少の時の、この制作に関係して、いろんなことが枝葉にあるの。もう枝葉だけでも面白いんだけど、それやったらね、ちょっと収集つかないんで、ちょっと雑談ということで、まず一つ。これ前編における雑談なんで、まあ、これは枝葉だけども面白いというか自分としてはね。この松井の本を大山総裁には内緒でね、制作していた時に、俺はたびたび、だから三平刑事先輩から当時はね、呼ばれて、うん、でも、がってるわけ。年に2回は三平会のお泊まり会がある。お泊まり会があるのよ。旅館でお泊まりしながら、夜通し三平の話を聞くという、非常に疲れるイベントなんだけど、まあ、逃げるわけにいかないんで。まあ、というか、その頃は三平先輩に対して、そこまで、計算高い人だなぐらいまでしか思わなかった。その計算高い人だなと思った話なんだけど、何度か会ってたもんだから、ついね、松井さんの今本作ってんですよ、いう話をついこぼした。その時は三平を囲む会っていうのはまた別にあって、何でもグループ作るの好きなんだよね。
この三平を囲む会っていうのは空手の世界ではなく、大学のといったって早稲田の第二文学部だけどね、のまあいろんな掃除会社やってるとかさ、大したもんじゃないんだけども、男女含めて10人弱ぐらいのグループがあって、そこに呼ばれた時にその話をした。そしたらさ、言うんだよ、今お前ちゃんと食えてんのか。俺1988年の暮れに独立して、銭も全くないところで始めたわけだから、で90年だからまだ2年しか経ってないんだよ。でもなんとかかんとか、月刊パワー空手のお手伝いのお金が、まあ総裁から小遣い程度とは言いながら、最低限家賃分ぐらいは入ってた。家賃使ってんだから、6畳の一間の床がきしむような、だからよく言うけど、真暑いはそこでトイレに行きたいっていう時にわざわざ自分の下宿まで帰ったからね、自転車で。なんでって、いや、あの異常な潔癖性だから、ここでは入りませんよって。まあそのくらいに汚かったんだよ。でもそのくらい汚いところから塚本とかいたっていうことは、よく我慢してたよなって思うんだけど、そんな生活していたのは本当で、だからなんとか大変なんですよ。そうそう、その時、そうそう、塚本もいたんだ。あー、もうね、夏の時はもう俺と松井、あのパンツ一丁でね、冷房もない、聞いたり聞かなかったりする。あー、まだ18ぐらいのね、塚本、当時は最初はまあアルバイトだった。全然ね、眼中っていうのは女性がそこにいるというのは俺も祭りもなくて、二人でパンツ一つで逆立ちして、逆立ち一つすると血が頭に昇って涼しくなるんだとかって言われてやってたりとか、そんな時代よ。金がない、三平先輩、ない、大変なんだろうって言うから、大変ですって。何言うか、お前がよ、お前が官庁に、官庁って総裁のことを、昔はもう官庁だ、昔の人はみんな官庁って言うんだ、官庁にお前から言って何とか説得しろよ、生活大変なんですって、何とかお金が欲しいんで、俺の三平の本を書かせてください、お前頼んでいいって。そしたらさ、官庁がよ、三平、まあ、こんな話があるけどどうなんだ。じゃあ俺は一応断るから、いや自分はその館長差し置いてね、巻き師範のような本を書くわけにはいきません、断るから。ただ小島が大変なんで、って言ったら総裁 OK してくれるから、俺の本出していいよ。そこでわかる、それがあったゆえに三平刑事は生涯てめえの本、自叙伝、半世紀出せなかったんだよ。何でもああいうふうに裏に回って、俺はそんなこと言うやるはずねえじゃん、腐ってもたいだよな、正直言って。でも言うな、頼んでいろよ。その時は一応、そうですね、他の方たちもいる前だから、確か新宿のね、ライオンとかいう名前のね、ビアレストランだからなんか、そこで話したんだ。わかりました。だって行くわけにいかねえよ。そしたら、一週間、二週間だったらまた電話かかってきてさ、お前、幹事に話したか？え、何をですか？俺の本出すってことだよ。いや、やっぱり考えてあるんですけど、今松井さんの本をやってるとこだから、っていう立場はまずいんですよねって。
あったろうが、松井の言い始めばいいだろう。だけどこれは、もうちゃんと出版社も決まり、出版社がリードする形でやってるんで、やめるわけ。お前松井より俺を捨てるってことか。そういうことじゃないんですけど、まあいいや。じゃあ何かあった時で必ず言えよ。わかりました。って言って全部自分で言わないんだよ。そこら辺から松井に対する嫉妬が、まあもう前からあったんだけどね。松井さんは総本部では本当にみんなに嫌われてたから、嫌われていることを松井証券はもちろん分かって、卑屈になることなく、いい意味で言ったら堂々としていたし、また別な言い方したら厚顔無恥。まあ、そういう、良くも悪くも、松井をめぐっては、総本部の中で、亀裂が大きなものがあったんで、そこに全く立ち入らなかったのが、中村誠先生。川端先生なんかも、三平さんに近いような立ち位置にいるんだけど、決して松井のことは、悪くは言わなかった。でもそんな構図があった上での、そういう積み重ね。総裁がまだ、ねえ、3年後、4年後に亡くなるとは思ってないから。とは言ってもね、どうなるかわからない。というような、状況での話。あれも根っこだったんだろうなと。三平さんの本は結局出ない。よほど心の中に俺に対する不満も渦巻いていたんだろうな。今のなればと。これね、まだよく三平さんね、松井が本出しますよって。総裁、大山総裁にね、聞くなかったよねって。偉いな。偉いっていう、それも三平先輩の計算。それ言っちゃったら自分の本も多分出せなくなるなって思ったんだと。俺は、当時振り返って思っています。そういうふうにいろんな波風を受けながら、まあ、本を書いてくるっていく作っていく、まあ、松井の本についてもまあね、編集者として本の制作に関わって全面的に関わっていったとしても何をやっても大変なんだけど、今考えてみれば、まあ、次のあの我が年少の時は、大変だった。でも、松井も、義理を果たさないから、あの本を出すには、そう、もう一つ。実は、あと一人知ってる人が、合田雄三先生だった。ちゃんと腹に押さえて、くれた。いろいろ協力してくれた。なのに、発売になったら、一番最初、合田先生のところに報告に、ありがとうございましたって、行きましょうね。行かないで終わったね。俺行ったと思ったんだよね。俺を誘わないで会ったのかなって思ってたんだけど、山手線に乗ってたら、たまたま合田先生電車に乗ってて、俺が乗ってきたら、あれって言って。あって言って。そしたら、なあ、小島さん、あれ松井の方も出てんだって。え、死ねなかったんですか。死ねないよ。松井は松井でそういう風な恩知らず、そういうのが全て三平も松井もその後の人生に反映し、どん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 そういう悪い面が広がっていったと、俺は思います。という感じで、よろしく。ちゃんちゃこりん。はい。